どうもこんにちは、くです。こんにちは、ハギニだ。はい、今緊急で動画を回しております。というのも本当に緊急というか、つい先ほどですね、とあることを終えまして、緊急で動画を回しております。皆さんにですね、ご報告しなきゃいけないことが一つございます。ただこれを報告する前に話さなきゃいけないことがあるので、こっちを先話さないとおそらくなんで多分なっちゃうので、先にこっちを話さなきゃいけないんですね。でですね、ちょっとね、僕もちょっとまだ整理ができていなくて、ちょっと考えながらお話しするので、ちょっと言葉が時々詰まるかもしれないんですが、ご了承ください。Kiss for you.まずですね、どう話したらいいのかな。まずこのヒョクチャンネルというものが、おそらく最近見てくださっている方の認識だと、きっとビューティーチャンネルという認識ですよね。でも動画の再生リストとかチャンネルのページを見てみたら、結構いろんなことやっていませんか、僕美容だけじゃなくて、それこそ僕はもともと練習生だったので、日本支社がある韓国の事務所で練習生をしていて、ボディにも出させていただいたりとして、もともとアイドルになるのが夢だったので、音楽活動、自分の音楽活動も YouTube チャンネルに載せています。他に旅の Vlog の動画だったり、それこそボッパンの動画だったり、なんか面白いことを見つけたらそれを動画にしたりとか、結構自分の日常も含めていろんなことを YouTube の動画をネタとして考えてるんですね。実は僕 YouTube を始めてもう8年ぐらいになるのかな、下手したら9年目とかやっていく中でどんどん変わってくるじゃないですか。トレンドもだし、人もだし、 YouTube 始めたての時に一緒に頑張っていた人たちはもうみんなじゃないけど、ほとんどがもう YouTube やめちゃってたり、どうにか僕なんとか生き残れている方ではあると思うんですが、YouTube をやる上で僕がやっぱり一番にモットーにしてたのって、自分のやりたいことで、それを発信してみんなにも伝えて、情報ものだったら情報を発信するとか、それこそビューティーだったり韓国の事情だったりとか、旅行先でおすすめのスポットとか、そういったものも動画にしたりとしてるんですけど、結構やっぱりその時その時で僕がやりたいことって結構変わってできてるんですね。いろんな動画をこう載せていて、たくさんの人に美容だけじゃなくていろんなね、経験をお届けしたいんですね。経験だったりとか、得られる情報だったりとか、見てクスッと楽しめるような、笑えるような、そういった動画を目指しているんですね。それが元々の僕のやりたい内容だったんですけど、最近はそれができつつあります。ようやく僕がクリエイティブに全部入るようになってっていうか、戻ってきたっていう感じですね。今までちょっと去年とかね、今年の春ぐらいまでは正直僕があまりにも多忙っていうか、その任される仕事が多すぎて、僕がそのクリエイティブに専念する時間があまりなかったんですよ。ひたすらアウトプットって言って、もうひたすら自分が出さなきゃいけないっていうことばかりで、新しい情報とか新しいネタを考える余裕もなかったんですね。それこそ僕が今タレントとしてもね、所属してる、クリエイターと所属しているクージのところで、ようやくね、ちょっと僕が自分が YouTuber としての本業だからこそ、こっちをちゃんと専念したいって話をしたんですよ。それも含めて、なんて言うんだろう、ちょっと待ってくださいねYouTuber である僕でいたいんですよ。僕は視聴者にやっぱり一番面白かった、楽しかったって思ってもらえる動画作りをしたいんですね。美容ももちろんですよ。美容に関してだったら、あ、めちゃめちゃためになった、肌が綺麗になったって思ってもらえる動画を発信したい。他のだから仕事を僕が今受けないようにしてます。というのも、ちゃんと YouTuber としていたいからですね。別に僕はテレビにずっと出るようなタレントになりたいわけでもないし、あくまでも僕は YouTuber でありたいんですよ。ちゃんと誇りを持ってるから、この職業に。なのでこれからもっとね、たくさんのいろんな動画を出していきたいなと思っていて、でその中でやりたい動画がたくさんあるんですよね。で、一つ僕が誕生日前までに成し遂げたいことが急にさっき浮かんだんですよ。それがまさにクリエイティブで、こういう浮かぶことすらもうね、できなくなっちゃってたんですよ、つい最近までは。それがこの 1,2 ヶ月ようやく戻ってきて、やっと時間がいろいろこうできてね、パッてこれやろうってなって、ついさっき一個申し込んだことがありまして、それがご報告につながるんですけれども、 YouTuber 職としてでもあるし、一つ男としてね、けじめじゃないけど成し遂げたいなと思ったわけですよ。それはもちろん9点で動画紹介した商品が1位取るとか、一回ボーンって上に立っちゃうと次違うことやりたくなっちゃうんですよね。だから多分飽き性なんですよね、僕。こう見てというか、まあ見ての通りかもしれないんですがああ、そう、この話もしなきゃですね。実は僕、一応会社を立てておりまして、会社の経営を実は少しずつ今始めてるんですね。僕が今自分の会社で業務委託、業務提携かな、しているのが2人いて、それ以外に単発の仕事でお依頼している方が数名いらっしゃるっていう感じなんですけど、自分の会社をちゃんと社員を雇って今後ねっていう欲も出てきちゃって、
ったんですよこれもつい最近なんですけれども、だから社員も雇う予定ですし、今後会社としての経営もしていく予定ですし、アーティスト業だったイベントの出演とかの時にお手伝いしてくれる方も必要だったりするので、いろんなお仕事をしていく上でいろんな方に信頼してもらわなきゃいけないんですね。となると頼れるもの、この人についていこうって思える、かっこいいなって思える部分を一個作りたいなと思ったんですよそれがまたご報告につながるんですけど、ちょっと長らくねお待たせいたしました。これでようやくご報告を話せる準備が整いました。ご報告いたします。僕イーミニヒョクはマラソン大会に出場します。はいつい先ほどエントリー完了しましたしかもバカでかいマラソン大会に出場します。いやー正直走れるか自信はないです。もちろん普段運動もしていたりダンスもしていて、それなりに持久力はあるんですけど、走るってなるとやっぱ使う筋肉も多分違うじゃないですか。マラソンを完走したい完走して見せます。僕32歳マラソン大会出場します。気づいたらもう30代ですよ僕だってシャイニーファンとしてテミンのデンジャー踊ってた頃なんてまだ20何歳だ20代前半じゃなかったかな。今もう30代になってさ、でこれ決してマラソンをね舐めてるとかじゃなくて、しっかりこれからトレーニングもします。で単純に自分のけじめっていうか一個成し遂げたいなっていうのがあったので、しかもそのマラソン大会がですねちゃんと制限時間あるんですよね多分大丈夫だと思うんですけど、さすがに制限時間結構長めだったのでゴールはできると思うんですが、とはいえね今からいきなりマラソンをね走り切れる自信は正直ないので、これからですね。でこれ実はまだ僕事務所には誰にも言ってなくて、マネージャーにもクマさんにも誰にも言ってないんですよ勝手にマラソン大会出ますって言ってもうエントリーまで終わってるっていうね、もうお金も払ってますなのでマネージャーたちにもちょっとね会社にも報告したいと思うので、はい、ということで事務所にですねまだ実は報告をしていなかったので今日報告に来ました。はい、拍手でいいんですか。え、あれなんか予想あります。予想急に結婚すると発表します。え、はい、何僕ですね、YouTube 歴もう7年、8年になって、もっといろんなことやりたいなと思って、僕、今年の冬にマラソン大会出ます。マラソン大会なんでマラソン大会どういうこと。 42.195キロ。え、フルマラソンフルでマジで言ってるではなく、ではなくハーフマラソン。でもそれでも21キロ。しかももうエントリー済みで済み自己報告かよ。場所は日産スタジアムです。神奈川、はい、横浜、横浜日産スタジアムで行われるマラソン大会に出ます。あ、ここか。1月14日、僕の誕生日前日です。うわ、おすごっ。なので、32歳ラストのチャレンジとしてマラソン大会に出ます。大丈夫？今から走り込みますで、1個お願いがありまして、それが日曜日なんですよ。休日なんですけど、ちょっとうちのマネージャー陣はサポートお願いします、当日。給水所とかにいればいい水渡して日産スタジアムでこう台無しやみといて飲まさないでください普通のスポドリです。え、ちなみに皆さんの今のどっちかジャッジしてほしいんですけど、僕が当日3時間以内に走り切れると思えるか思えないかをちょっと手を挙げてほしいです。3時間以内に走り切れると思う人、はい、何時間起きれると思う。え、マジで、うん、なんかだってマジで素人には無理らしいよ。私は聞いて、死んじゃいそうと思いました俺あと1個単純に不安なのは、今筋トレしてるじゃん、はい、筋トレとマラソンってめちゃくちゃ相性悪いの。え、そうなんですか。あ、そっか、そう、どんどん消耗しちゃうから。だから何をやってるんだ今年の冬、大きなところでマラソン大会僕出ます。応援します。はい、ということで、何ですか。はい、どうしました。なんか急に、はい、そうですね、今日うちに来てもらいましたが、はい、今年の冬、今年の冬、はい、一緒にハーフマラソン走りましょう。いや、一同が編集者
僕の YouTube の、まあ、一つチームとしてね一緒にやってくれてるヒューガーっていう子で、編集もしてくれたり、まあ、あといろいろ僕の撮影を手伝ってくれたりと、で一緒に今年の冬にハーフマラソンを走ると。もう僕は一人で物が走る予定だったんですけど、ちょっとヒューガー一緒に走らないって僕が誘って、一回ちょっと考えるわって一回考えた一回考えるでしょそりゃその場のノリでは無理。あ、無理よ。20キロだよ。で1週間後とか、そうだね、1週間ぐらいにヒューガーが出るわって言って、え、マジって僕 LINE したら、もう男でこいつがヒョク一人で走るの辛いだろ男バキのハンマの血をついでるから。あ、ついでんの、うん、え、ハンマ、そう、ハンマの血をついでるんで、ハンマの血ついでんだ。で、今日ね、靴もね、そう、で、さっき2人で靴も買ってきました。買ってきました。来週は2人とも買いまして、はい、こちら購入しました。おそろのブランドキモ男2人です。色は違うんですけどね、色違いの全く同じブランド、ブランドの全く同じタイプのやつ。そう、まず形からね、そう形から入らないと、入らないとなんで、ちゃんとしかもいいやつで、2つとも2万円ぐらいするやつ。そう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 、結構高いよこれいいやつを買ってもらいました。ヒョクに買ってもらいました。いやいやいや、全然一緒に走ってくれるから、はい、せめてね、頑張ります。何週ぐらいは僕が出しますよまあ一応僕のマネージャー陣もね、3、4人多分来てくれるので、サポートは全然大丈夫です。ただただ僕らがランニングに対してド素人なのでいや本当にそう、本当にド素人で、もういつ膝がぶち壊れて足が爆発するかもわからない状態で走るから来月まで行ったあの筋トレの期間が続いてて、ね、はいはい、行った体を大きくしてランニングでまた小さくしますいいなという感じでございます、はいはい、僕の一つ成し遂げたかったこと、YouTuber 辞めるまでにしたい10のことの一つ、マラソン大会に出る乞うご期待です。10です、スタンバイ、俺のターン、ドロー。やっぱりクリエイターとしてね、 YouTuber としてありたいわけですよ。僕はみんなにやっぱり近い存在でいたいんですね。 YouTuber 局としてのちゃんと僕がクリエイティブでいろんなネタを考えたり、それこそ最近だとスキズのね、コーシカーズエルトク別ってやつもまさにそうなんで、ああいうのもパッて浮かんで、あれ歌もちゃんとレコーディングしなきゃいけないし、ミックスもしなきゃいけないし、ミックスって言ったの歌とインストルメンタルを合わせてちゃんとやるんですけど、コーラスも僕撮ってますからね。あれコーラスも撮って、でダンスも覚えなきゃいけないし、編集もできなきゃいけない。だからあれは韓国人の僕だからこそ、他にもこれらの技術があるからこそできるものなので、あ、こういう風に僕にしかできないものをどんどん増やしていきたいなと思ったんですね。それこそ美容の動画もそうですよね。あんなに丁寧に成分のことを詳しくお話ししながら、使ってみての良さとかレビューをするっていうのも僕だけのやっぱメリットでもあるかなと思うので、そういったものを伝えるのがきっと僕の特徴かなとも思ったんですよね。僕ミュージック&ブログチャンネルでも僕生放送ちょくちょくやって、そこでもね結構視聴者の皆さんにもね打ち明けてるんですけど、結構生きていく上でやっぱり価値観ってどんどん変わってくるじゃないですか。ちょっとお金の話になっちゃうんですけど、正直今こういうお家にも住ませていただいて、もちろんそれは視聴者の皆さんのおかげなんですけれども、決して変な風には捉えないでほしいんですけど、本当に僕はある意味悩みなので打ち明けますね。煽りとかじゃないですよ、本当にね。僕は今お金にあまり興味がなくなっちゃったんですよ。こういうこと言うとまたなんか誰かに怒られるかな。視聴者の皆さんの中でもしかしたら怒る方がいらっしゃったら本当に申し訳ないから言うべきか悩むんですが、正直に話しますね。お金を本当に普段お仕事関係でしか使わないんですよ。だからずっと貯めてるつもりはないんですけど、どんどん貯まってちゃってて、それだけ今のこの年であると資産運用ができちゃうんですよ。で、資産運用で年間本当に何もしなくても生活ができてしまうサイクルが今できちゃったんですね。で、そういうのが形成されていくうちに、だんだんお金に対して興味がなくなっちゃって、なんて言うんだろうな、昔はやっぱりお仕事に関して第1位はやりがいだったんですよ。第2位がお金だったんです。で、それがお仕事楽しさを見出してからは第1位がお金になったんですよね。これをすごい稼ごうと思ってバーって頑張ったんですよ。そしたらまた価値観が変わって、よく言うじゃないですか、年収800円から800円年収800円って安年収800万円からはそんなに生活においての変化があまりないとか、なんか価値観の変化があまりないみたいな言うのもネットの記事とかでもよく見るんですけど、僕もう一個あったなって自分で思ってて、800万から上は確かに一個あったんですよ。そっから年収2000万ぐらいまでは正直ずっと一緒でした。でもなんか2000を超えてからはもう一個あって、お金にあんまり興味がなくなっちゃったんですよ。時間をすごい稼ぎたいっていうになっちゃったんですよね。自分の時間を確保したいっていうのをすごい第一優先になっちゃって、そっからさらに稼いでいくうちに、年収がどんどん上がっていくうちに、
今僕の中で仕事において一番の優先事項は体験です。なので今体験、時間、お金ですね。でその体験を届けたい、で見てみんなが楽しかった、面白かった気持ちになってもらいたい、それが今一番になっているのですね。みんながスマホの画面で見て、あこの人バカなことやってんな、面白いなとか、あこの人たまにめっちゃためになること言うじゃんとかそういう風になってもらえたらなと思ってて、それが身近な仲になれたらいいなと思ってます、視聴者の皆さんとね。だからもっとたくさんコメントとかも気軽にしてもらえたらなと思います。気にせずコメントしてくださったらみんな僕の大事な視聴者さんでファンの方だと思っているので、はい詳しくはね、またねトレーニングしながらまた動画回せたらいいなと思います。マラソン大会当日の様子とかはね、僕ミュージック&ブログチャンネルの方で載せれたらいいなと思っております。あっちの方でね、こうバラエティに富んだ動画をいろいろ出せたらなと思います。それこそこの前の USJ でバレたら即罰金の動画とかもすごい、ね、楽しんでいただけたようでありがとうございます。そういったこともあってマラソン大会に出ようと今日思ったわけです